はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、永遠の消防隊です。さあ本日なんですが、いよいよマスターデュエルに実装されました最強速攻魔法エマージェンシー、レスキューエースの、ね、カードなんですけども、こちら実装されまして、レスキューエースしかもプリベンターっていう、オフィシャルヒゲダンディズムも実装されまして、これさすがにね最強ということで、今回はレスキューエースを組んできたんでご紹介していこうというふうに思っています。新規カードが、2種類来てまして、まずこのエマージェンシーというカードですね、レスキューエースカードとして扱う効果で、デッキから、レスキューエースモンスター1体守備で特殊召喚して、その後自分の手札フィールドからレスキューエースを1体リリースするよということで、このリリース効果がなんかめっちゃ強くて、これ要は無限包容の対象になったモンスターリリースしてなんか回避したりとか、これ速攻魔法なんでね、なんでそういう使い方できたりとか、あと手札のモンスターリリースして普通にモンスター増やしたりとかもできますので、めちゃくちゃ強いと。しかもなんか何でも特殊ができるんでね、デッキからで、自分のメインフェーズに墓地のこのカードを除外するとトラップカードを、自分の墓地からセットできるという効果も一応ありますというところですね。で、レスキュースの、モンスターとしてこれプリベンターっていうモンスターも追加されておりまして、これもね結構強いですよ。レスキュースカード1枚を除外すると手札が特殊ができるターベランスの1枚版みたいな特殊版条件してまして、で、こいつがレスキュース他にいると、月の書房フリーチェーンで相手のフィールド上のモンスター対象に取って打つことができますという効果、そしてこいつが墓地を加えるとレベル8以外の除外状態のレスキューエースを特殊化できるという効果で、だからまあプリベンターで除外したコストとかタービランスで除外したコストのモンスターをまあ呼び戻すことができるというところですね。でこれが来たことによって、まあ、すごいね、こう誘発を貫通できるようになったっていうところと、あとそれからこのエアホイスターが1枚初動になりましたやっとマジ遅いマジ遅いわ。エマージェンシー来たので、これで展開していくことになります。で、OCG と違う点としてはやっぱりそのリトルナイトっていうね、リンクモンスターがいて、そこでその誘発ケアとか妨害とかが、していくのがレスケースなんですけども、それがいない代わりに、マスターデュエルではですね、まあ、ちょっと動画にしてるのと、あと動画のそのデッキのレシピのその概要欄的なところに書いてあるんですけど、ニューロンのリンク召喚をしてこのデコのトーカーっていうモンスターを立てるムーブが結構ね使ってる強かったですね。これツイッターで話題になっていたんですが、効果モンスター、2体以上でできるこのデゴロトーカーって言いますか、これリンク先のモンスターをリリースすることによって、対象に取る効果を無効にできして破壊するっていう効果を持ってるんですよ、デゴロトーカーが。でこれが例えば、まあ、ターベランス A の無限保養とかエフェクトベーラーであるとか、そういうカードもね無効ができるんですね。でデコロトーカーのリンク先にこの、リンクデコーダーっていうモンスターを、出しておいてからリンク先に、ターベランスを出すっていう動きをしていくんですけども、これ同じような動きとしてはこのスプライトエルフっていうモンスターもできるんですよ。これスプライトエルフなんか生きててなんかマスターディールだとなんかスプライトエルフのリンク先にターベランスを置くっていうねこともできるんですけど、これねこのデコロトーカーのいいところは、まずね、超融合を食らないってことですね。デコロトーカーが、闇属性のモンスターで、で、タービランスが炎属性なんで、超融合を食らわない。で、もし、その、デコロトーカーの動きが通って、その、無効系の妨害打たなかった場合は、デコロトーカープラスリンクデコーダーで、ウーサーが出してるんですよ。アポロウーサーが、これが。出すんですよ。だからこれがあって、だから2ビルケアも一応できるんですよね。その相手のさ、その手札の、手札のチェーン的に、なんかそのカンパできる時あるじゃないですか。例えば、あ、もうこれ無限包容だなとか、あ、これ2ビルだなとかっていうの分かる時あるじゃないですか。だからそういう時は、2ビルだったら、ウーサーを出しに行く。で、あ、まあ無限包容っぽいなって思ったら、そのデコロトーカーのまんま行くとか。なんかその臨機応変に対応できるのがいいところ、かつ超融合食らないところっていうのがあって、まあデコロトーカーめちゃくちゃ強いなと。いう風に、言われております今のところね。まあもちろんね、普通にそのリンク展開してエルフとかを出しながらそのトガ姫墓地を置いとくムーブも もちろんできるんですけど、はい、今回はちょっとデコロトーカーのね強さをちょっと見せていければいいかなと思いますので、あ、ちなみにねデッキの中に入れたいカードが多すぎてちょっとあんまり手札誘発の枠取れんかったんだけど、まあ、インパルスも手札誘発みたいなのがあるし、ここからね結構インパルスで動くこともできたりするんでね、まあ割としかも手数が出るんでね、まあなんとかレスキュース貫通していけるんで、一応まあこんな感じに今のところしてますけども、まあ手札誘発とかと超融合を入れる方とかもあるんで、まあ高校の後手の勝率をもうちょっと上げたいなという方は、そういうカード入れてみてください。はい、やっていきましょう。デュエルスタンバイ。
働く車、ショベルカブルドザミキサー車これ最近僕 の3歳の息子がハマってる歌です。はい、働く車デッキ持ってきたんで、やっていこうかなと思います。はい、まあ永遠の消防隊デッキともいう、まずはディアベルスターをサーチ。これ多分同時やりますね。黒魔女ディアベルスターの効果発動したい。泥場やめて。黒魔女ディアベルスターを特殊召喚、増殖する G をぶん投げ。あ、ちなみにこれ全部ね、アクティブカードなんで増殖する G 以外投げるカードがありません。黒魔女ディアベルスターの効果を発動。黒魔女ディアベルスターの効果によってデッキから現在法スネークアイをセッツセッツ。トゥチ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 。ハンニャのズグダンズンブン軍ゲーム知ってる人、今令和のこの時代何人ぐらいいるんだろう。黒魔女ディアベルスターの効果を発動。現在法スネークアイの効果、あ、間違えた、現在法スネークアイの効果を発動。そこに遅延し増殖する G の効果を幼児がパクパクバックンチョと、無効にしていくスタイル。バックバックバックンチョ。ヒュ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 で思い出した、ピュアリーの鳴き声、ついに公式で発表されましたけど、ピューアピューアピューアだったの知ってます皆さん。ピューアピューアピューアだったんですよ、ピュアリーの鳴き声。きしょいって思った人結構いいんじゃない。で、レスキエイト、レスキエイスハイドラントの効果。あ、ちなみにね、ごめん、そろそろ真面目にやるわ。ハイドラントはこのエクストラモンスターゾーンの下に出してください。必ずね。ちょっと抹殺かなんか引きてえな、一応。いや、でもこれあれか、エアホイスター、うわ間違えた、これサーチタイミングゴミだった今。これエアホイスターサーチする前にこれ打った方がいいね。で、なんかエアホイスター引けたら、ハイドラントの効果で、プリベンターとかオフィシャルヒゲダンディズムとか持ってこれるからさ、ミスったわ普通に。ちょ、タイミング完全にミスった。最初か後だな。うん。最初か後かどっちかの方がいいわ。これ普通に間違えた。で、レスキューエースターベランスをサーチしていく。はい。クソみてえなね、トークしてると大体意味わかんないブリングするんでね。エアホイスターと、鏡火1枚からだとこの展開いけるんですけど、ディアベルスター展開だとちょっとモンスター1体足んないんで、まあ1体モンスター取得できれば、できればこうなります。で、リプロドックスの効果を発動します。リンク先のモンスターの種族を変更しますという効果ですね。お前誰やねんみたいなモンスターなんですけど、これクソデッキにしか使わないんですけど、大体意外と最近だと結構このなんか注目されつつあると言われていますが、はい、リプロドクスでなんかデビフラのね、種族をサイキック族に変更するみたいなさ、意外とねこれねガチデッキでも採用されることがちょっと増えてきたなという印象なんですが、デコード投下を、さらにリンクデコーダーの効果を発動して、リンクデコーダーの効果によって、デコード投下のリンク先に置く。そして自分の墓地のレスキューエースカードを2枚除外。リンクデコーダーはですね、どういう効果を持っているかというと、対象耐性を、がありまして、カードを対象に取る効果をリンク先のモンスターをリリースすることによって無効にするって効果があるんですけど、これねエルフみたいなもんなんですよ。エルフみたいなもんなんで、こうすることによって、タービランスへの無効系、まあ、無限包容エフェクトベーラーなどなど、これをね回避することができるんですね。これが最強なんです。はい。でしかも超融合を食らいません。エルフっていうモンスターいるんですけど、スプライトエルフ、あれ超融合を食らうんですよ、炎属性なんで。これデコードトーカーは闇属性だし、なんならこれこの後アポロウサ出せるんですけど、このアポロウサは風属性なんですよ。だから超融合が打てません、この状態ではね。今これが強いところなんですね。超融合を打たれてさ、ドラゴンっていうモンスターと出されると、ドラゴンっていうモンスターが対象耐性があってさ、もうエンドだ、対象耐性があって、で超融合からドラゴン出てくると、そのデスキュエストトラップカードがねアクティブにならないっていう、全部対象取るからっていう効果があるんですけど、まあ意外とこれは超融合ケアもできていて、しかもモンスター効果も2回無効にできるという話で、しかもレスケースのトラップカードはフィールドのカードの効果しか干渉しないから、墓地とか手札の効果をアポロウサで止めることができる。ちなみにアポロウサを出すことによって、ニビルをケアすることもできます、事前に。どうですかこのデッキ、最強でしょ。ちなみにここまではテンプレの動き。ポップルさっけ、ポップルス、あ、出てくる効果でいいか、ちょ出てきて黙らせるわ。ポップルス、ポップポップっていうのが出てきて、アポロウサの、シンギラストの効果によって、モンスター効果を100回無効。これによってハイドラントとか、スネークアイ通常のムーブとか、この辺が全部かがり火から入ってポップルスってことは、これスネークアイか分かんないんだけど、ちょっともっと、あーやばい、これ食ってここまで
来てもね、まだ分かんないんだよね。これレスキューとかかもしれないからね、相手。ポプルス、まあ、ポプルスはどういう意味か。ポプルス止めて、いや、ポプルス止めない意味わかんない。で、これ、こうして、ちょっと待ってくださいね。サクリファイスアニマの効果を発動されたら、エクスティングイッシュ、いや、向こうこっちでいいか。コンテインの方がいいな。コンテインでいいや。コンテインでいい。コンテイン、あ、OK。で、コンテインで、ちょっと待って。コンテインの効果起動する。で、お前の効果無効にするような効果、さらにチェーンシレスキュー、ハイドラント蘇生でいいな。合ってるな。コンテインを発動します。これ、このターン、そのモンスターの効果無効になりまして、で、チェーンして、レスキュー発動します。対象ハイドラント。これ、ハイドラントがいる状態で、ちなみにコンテインを発動すると効果無効になって、そいつがリンクストライとかにもできないみたいな効果ありますね。はい。なので、これ、サクリファイスアニマをリンクストライとかにされることがないと。神。で、ハイドラントいる状態なんで、これ、リンクストライにできません。アニマちゃんは。つまり、あいつはただのゼロ。ゼロー。これは、何？まあいいや、それはかなるがいいや。ジェットシンクロン、リンクリボージェットシンクロン蘇生とかは、もう、墓荒らで黙らせます。はい。なれレスキュースミラーだった。なるほどな。別班だった、別班。これ A 班、俺 A 班だとして、あっち B 班だった。レスキュース、これ、あれだな、さすがに言った方がいいな。プリベンターはそう。プリベンター出して、裏守備にできるようにしとこう、一応。ハイドラント出てきたら裏守備にしてサーチさせないっていう動きできるんで、ちなみにハイドラントは1体であれば対象取れるんで、他のレスキュースがいると対象取れないっていうね、対象耐性とかいうね意味不明な効果あるんでね。まあ俺もあるんだけど、今盤面のハイドラントはこれがマジで強いんでね。さあ何が出てくる。うわ、ホイスターか、強いな。ホイスター、消火器は使ったよな。タービュランスだと。何？え、これ蘇生カード回収されるのクソめんどくね。ちか俺もさ、俺さ、ターベラスに墓が打ちたくねえんだよな。あんまり俺のターベラスが無効になっちゃうから。ミラーのね、墓穴はね、使いどころによっては結構ね、自分の首絞めるからね。アポログサでエアホイスターを無効にする。え、これ何この効果。蘇生速攻魔法、これもしかして。これあれか、レスキュー持ってるなお前。さては俺レスキューすんのやめろ。対象除外するぞ。そうなってきたら。オッケー。で、エアホイスターが無効になる。プリベンターの効果は、まあ、出てきたモンスターでいいや。タービランスとか出てくるかもしれないしね。あ、プリベン、君の運命の人は僕じゃない。それプリテンダーっつってな。ちょっと待って。それプリテンダー言うてな。これ、あ、待って。レスキュースプリベンターちょ結構やばい。ちょっと待って、オフィシャルヒゲダンディズム来た。オフィシャルヒゲダンディズムミラー来た。オフィシャルヒゲダンディズムミラー、ちょっと一応さ、裏趣味って言われてからでいいか。効果発動するの。裏趣味にするよっていう効果発動したときに、コンテインで、プリベンター爆破して、で、さらに、プリベン、こっちのプリベンターで、誰か、ジェットとか裏返したらもう多分何もできない相手。相手がどこ裏側にしてくるかによるけど。あ、裏側にしねえの。裏側効果使った方がよくねえか。カレー使いヒーター出てきた。プリベンターの効果、まあ、それはさすがに、墓穴打ちまして、でお前のプリベンターは無効にするって言うと俺のプリベンターが無効になるから、君のだけ無効にしてほしいって言って、でプリベンターの効果でジェットシンクロ裏側でこれで俺のプリベンターだけ有効に一瞬なってて、でこれでプリベンターとか無効になり、除外されてるゾーンのタービュランスは普通に返ってこれない。 OK でヒーターの効果はエクスティングウィッシュで黙らせればいいから OK。 はい、黙れつえ。これちなみに墓地効果発動できません。ハイドランとかいる状態でこれ打つとヒーター爆破されてヒーターの回収効果入りません。神。はい、何もできないね。レスキュー失敗。強っ。マジで。オフィシャルヒゲダンディズム最強かよ。反動、ちょっとかぶりすぎでは。いや、でもそうでもないか。これ、割と手数出るか。強いか、普通に。かがり火。やばい。マジでかがり火環境だな。かがり火打ったれなかったことないわ。今のところ。
かがり火打たれなかったことがない。二重否定は強い肯定ってね。スネークアイズポープルス OK、 ポープルス効果、あインパルス効果きた、インパ行けインパルス、レスキューエースインパルス効果、相手のフィールドのモンスター効果、そうしたこいつをリリースすることによってうららやめて、うららやめろ OK、 デッキからレスキューエースモンスターを特殊召喚することができるぜ。いやこれはねもうね、ファイヤーアタカーいかないね。で働く車出して、これは何ですか、ドローンですか、何反逆の財宝、まあまあでも一応2枚ドロー1枚してできるか、レスキューエースファイヤーアタッカーの効果によって、うわ弱い、あでも同時やるか、ちょっと待ってよ、それはそれはないよそれはないよ、そんなちょソリティアしてるんじゃないんだ、ソリティアじゃないや、ポーカーしてるんじゃないんだよ、ポーカーだったらまあまあ強えな、今ツーベアあったわボケがよ、まあでも増時引いたっていけえな。スネークアイの効果を発動していく、でもう一回ポブルスこれ、じゃあポブルスは持ってきてみねえか、ホワイトバーチ偉い、ホワイトバーチング偉いな、ホワイトバーチング偉すぎ、笑った、今このチェーン乗んないのうざ、え何ゴーストリックデュラハン、もう打った方がいいね、さすがにこれあのチェーン乗らずに一生特殊召喚してくるぞ、ちょっと待て、いけぞ往生する G、取ってくれ頼む頼む、お願いします、ゲームに参加させてください。あーまあそっちならオッケー、トールは通った、トールは通った、オッケー、ハッピーメモリー、なるほどね、ピュアリーね、これ財宝ピュアリーだわ、はい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 、いいでしょう、財布ね財布で、これでショット送りオッケー、ハッピーメモリーでまあ多分黒ピュだよな、黒ピュ、いやーでもなピュアリー意外とな、なんかドローせずになんかエクスピュアリーノワールくらいまでいけるからね、まあ、それが強いよね。さあマイフレンド、いつも輝いていたね少年、あちなみに僕平成元年生まれなので、たまに本当にわからないめちゃくちゃ古い曲とか歌うんですけど、これ伝わってるんですかねザードって皆さん知ってます、ザードぐらい知ってる人さすがに、でもやっぱね酒井泉さんめちゃくちゃ好きでね、ザードの歌大体全部好きなんだけど、まあ、一番好きなのは負けないでっていう歌なんだけど、とあとあのだんだん心惹かれていくっていう歌なんだけど、いやマジでね酒井泉さん亡くなってしまったのがね本当に惜しいですね、惜しい人を亡くしました、本当に酒井泉さんが今生きていたら多分本当に天下を取っていたと思います、おそらく、まあ、もう当時も天下取ったの別に、プリティメモリーの効果をチェーンして、待って、はエピュアリーハピネスとなる出てくるの、なんかあんま強くねえぞハピネスは、お前どうした、あでもデリシャス1枚しかねえからきついのかデリシャス1枚しかねえからな、デリシャスがねやっぱねないとねあれなんだよね、あんまりやっぱりプランプまではいけないんだよね、そんな簡単には確定サーチできないからな、速攻はほらデリシャスは3枚ないから、マイフレンドでさ3枚見せたカードどれかを1枚手札に加える効果だからランダムで、だから3枚入れてるカードは絶対サーチいけるんですけど、デリシャスメモリーとかいうカードぶっ壊れすぎて、だからプランプとかいうカードがマジやばすぎて1枚になってるんですよ今、マスターディールでは制限カードだったんです、なに俺のファイヤーアタッカー返せくそ、俺のファイヤーアタッカー、これ、ま、とりあえずエクスピュアリーノワールまで行かれるのか、うざ、エクスピュアリーノワールまで行かれるの確定してうざすぎない、もうちょっとだけドローさせてくれない、でもトラップカードがねあるかどうか問題なんだよね、トラップなかったら多分ここでもう一枚ドローできるか、あーなるほど、あもう一枚ドローできるわ、多分ピュアリープはなかったね、つまりハンドにピュアリープはない、おふざけんな、おスリーペアじゃねえか、聞いたことねえぞスリーペアとかいう役、なんだスリーペアって、どうやってんだこのゲーム、このみクソかよ、とりあえず速攻狩り、速攻狩りじゃねえや、財宝狩りの悪魔撃つわ、ちょふざけんなマジでなんだこのハンドふざけやがって、単1ついてるカードめっちゃあるわ、で、黒魔女ディアベルスターをサーチして、で黒魔女ディアベルスター特殊召喚からかな、特殊召喚からだな、財宝狩りの悪魔捨てます、財宝狩りの悪魔からのディアベルスターを特殊召喚で、ディアベルスターの効果を発動していく、おーちょっと
でディアベルサの効果発動して、なんかこれ反逆やっぱ欲しいな、ちょっとな。なんかな、ゴーストリックデラハンは一応押し込めるからね。まあ今ゴースト、あのあれは無理だけど、あのピュアリーのエクスピアリノワールは、エクスピアリノワールもさ、だってさ、これさ言うてあれだよね、素材が6個だから、あの1回効果使ったら押し込めるからさ、シンプルに。これうざいね、なんかさ、これマジであれだった、出すしかない。反逆ちょっと1枚入れたいけども、枠がないんだな、このデッキ本当にな。で、まあ、ちょっととりあえずリングリボー打つか。ちょ、なんかさ、あのサイレントサロスエレスクルヌギアス決まんねえかな。たまに決まんだよな、サイレントサロスエレスクルヌギアス。これマジでね、相手何も動いてこないとね、サロスエレスクルヌギアスでね、エクスピアリノアルショレるから。はい、サイレントギアス、サイレントギアスってかっこよくない？さ、なんか新しいアニメにありそう。でこれで、ハイドラント出しに行く。まあ、守備か。で、エクストラモンスターゾーンの下に出すのが、まあ、基本なんで、ハイドラントは。こうすると一応ね、そのエリプロドクスのリンク先になるんで、基本的にここに出すようにしてください、常に。何があっても大体ここに出しとけば間違いない。さあ、どうする？エクスピアリノアール。あー、効果使ったか。OK。効果使ったということは、でもこれ、素材が4個以下に、4個じゃ、5個未満になるということやな。いいだろう。まあ、とりあえず、エマージェンシー打つしかないか。ピーポー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 、はい、今あの救急車が通り着いた時のあのなんちゃら現象というのをやりました。でこれでエマージェンシー効果でフィードリリース、ギルな、これだから待ちなさい。どこ何リリース、し、まあ、リスキューエースハイドラントリリースは確定か。これ出すしかないね。さあ、エアホイスター効果発動しまして、対象になったハイドラントを、リリースし、そしてエアホイスターの効果を発動。エアホイスターの効果によって、まあ、レスキューですかね。これハイドラント蘇生が強そうな気がするんだよな。これ対象取って蘇生しますって言ったら、これエクスペリノール使ってくれる説あるよね。アラートでタービュランスでもいいね。ちょっとむずいね、これ。タービラスじゃない。なんだっけ、プリテンダー。名前がもうなんかわけわからなくなってきた。財宝狩りで1枚1回ドローするか。はい。で、はい。これをドロー、ちょ、おい。で、ドローして、1枚ドローして、はい。はい。おー、強い！それは強いぞ！やばい。さすがにオフィシャルヒゲダンディズム強すぎばろた。で、レスキュー発動して、で対象ハイドラント、これどうします？これ戻したいよね、多分相手。これが通ったら一応サイレントサロスエレスクルヌギアスが一応、あー無理か、やるじゃねえか、なかなか。サイレントサロスエレスクルヌギアスが一応爆誕したんだけど今。でハイドラントが無理でした。これオフィシャルヒゲダンディズム行くしかねえな。オフィシャルヒゲダンディズム効果、レスキューエースインパルスを除外して、プリテンダーが特殊感。さあ、圧倒的手数によって、おこれプリテンダー着地許されたぞ。待って、これサロセイレスいっか。え、ちょっと待って、でもさ、これさ、もう手数なんとかなりそうじゃない？別にこれサロセイレスする必要ある？なくね？サロスエレスする必要ないんじゃないか疑惑。ちょっとお前守備になれ、お前後ろ向け、ほら寝ろ。エクスピアリノワール効果、これどれ戻されるんだろう。さすがにプリテンダーか。まあまあそうだよな、プリテンダーの効果。これはエアホイスター以外出す、あんま関係ないか。これで全部踏んだからさ、タービランス着地いけるよな。タービランスの効果は絶対に通る。いや、行くしかねえ。フランキー将軍の効果、自分の墓地からレスキューエースカードを除外することによって、分からん、魔法でいいか、除外することによって、いけ、レスキューエースタービランス爆弾フルリーバゴーン。さあ、レスキューエースタービランスの効果を発動。レスキューエースタービランスの効果により自分のデッキから
トラップ魔法カードを4枚セットすることができるぜ。うわー、時間ないから急いだ方がいいね。これそしてあと74秒しかないね。これさ、このレスキューエースの4枚セット効果マジで操作だりいんだけど、これこれさ一気に選ばしてくんねえかな、何枚か。これマジだりい、これこの操作で。ちょっと待って、ポプルス召喚するわ。ポプルス召喚、これ5体分になった。あ、でもポプルス効果使ってんのこれ。ポプルス効果発動、これでこれ持ってくる。ほんで引いた出す、いるねこの音くせ、引いた出す、こうでしょ、オッケー。ね、引いた効果起動する、相手の炎属性モンスターパクる、ちょっとワイトバーチとかいうモンスターくれ。オッケー、ワイバもらって、オッケーで、一旦トロイミアユニコーンするわ。はい、トロイミアユニコーンの効果によって、で確か打点下げるみたいな方がある、ゴーストリックデュラハン。ゴーストリックデュラハンクソめんどいから、こうしてこれ戻します。お前帰ってください。で効果使ってください。誰かの打点を半分にするという効果ありますね、これ彼。はい、あ、 OK でしょう。フリーチェーンなんですけども、でこれで半分になる。まあまあターベランスだね、ターベランスが半分になる。 OK、 はい、からのポプルス。 OK、 ポプルスはいい、ポプルスは OK、 問題ない。からのやばい、ちょっと時間、アクセスコードトーカー、アクセスコードトーカーの効果、あ、はいはいはい、アクセスインテグレーション、アクセスインテグレーション、あ、違う、アクセスインテグレーション、アクセス、はい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 、やばい、時間ない、アクセスインテグレーションバトル足りてる、オッケー、うえい、おプレー対戦ありがとうございました。しゃー、マジアップねー。あー、現在法エマージェンシー、あ、強、これ増時以外なんとなる、多分これ財宝狩りの悪魔発動、財宝狩りの悪魔発動してディアベルスター、なんもなさそうだな、チェーン的に。うん、これはちょっと、まあ、無限紅葉とかエフェクトベーラーがあるかどうかですね。あとはなんかもうなんかあれだよね、マスターデュエルさん、もうちょっとさ、なんかあのこうなんつうの、あのラグみたいなやつをちょっと隠せるようにした方がいいんじゃないか疑惑は俺の中ではまあまああるけど、これあれなんだよね、なんかさ、バレちゃうんだよね、なんかまあ大体何持ってるか分かっちゃうっていうか、手札誘発が。これなんかあれだよな、まあ面白いところでもあるか、でもそれが分かるからこそ、でも分かると先行強くなりすぎません？はい、あ、ちなみに反逆の財宝をちょっとさっきまで全然入れなかったんです、入れました。で、現財宝スネークアイの効果を起動しまして、ポップルス、反逆の財宝みたいなカードはちなみに入れたり抜いたりしてるんで、ちょっと動画のタイミングで何入ってるか入ってないかちょっと分かんないですけど、ちょっとご了承ください。たまにね、全然動画のとレシピ、その冒頭のレシピ違うんですけどって言ってくるなんかクレーマーみたいな人いるんですけど、それはあの調整しながらやってるんで仕方ないんですよ。これは許してもらわないと。はい、で、エアホイスターの効果を発動。本当にね、なんかモンスターペアレントみたいなね、目の敵みたいにしてね、なんか、おい、冒頭とレシピ全然違うじゃん、ふざけんなみたいなコメントしてくる人いるんですよね。ちょ、怖いんでやめてください。で、まあ、タービランスで、ですね、ここからの展開なんですが、まあ、とりあえず一旦ワンドロー、あ、これワンドローのタービランスサーチする前にした方がいいね、これね、普通にね、普通ミスと、はい、毎回このなんかドローのタイミング毎回ミスる。リプロドックスを出しまして、ウィーってやって、でリプロドックスの効果を起動していく。でリンク先のモンスターの種族をサイバース族に変更、サイバース族、はい、これでリンクデコーダーを出して、
あとはこの、あれですね、ブレインズ最強カードと言われているデコとか、主人公カード、まあ、ファイアウォールドラゴンがさ、禁止になっちゃったからさ、だから主人公のエース途中からもうデコトーカーでゴリ押すみたいなさ、感じになったと思うんだけど、このリンクデコーダーの効果を起動しまして、こうします。で、そうしてターベランス出すと、これリンクデコーダーが、そのリンク、先にモンスターいるんで、対象耐性が付与されてるみたいな感じですね。はい。神。で、これで、タービュランスを爆発で、タービュランスの効果を発動、カードを4枚セット、セット、ズクダンズンブンゲームをして、はいはいはい、これちなみにあれらしいですね、なんかその楽園融合で、あの五行の魔術師を墓地を食いながらアルビオン出して、シロビオン出して、五行の魔術師の効果をこのターベランスに反応させて、発動させるっていうゴミみたいなデッキもあるらしいですね。クソデッキすぎる。で、これでアポロウーサを、出します。でターベランスいらねえか、もう、プリベンター出して、君の運命の人は僕じゃないって言いながら、これ手札のやついらねえか、これ、まあ、どうせ超融合食らうしな、この盤面どうせ超融合食らうから、超融合食らってもう1体レスケース残るようにしとくか。いやいや、一応ハイランド残しとこう、後続でね。これでエンドですね。こうすることによって、アポロウサの、まあ、モンスター効果無効と、てか、まあ、モンスター効果無効しかないんだよね、このデッキ、基本的に。魔法トラップ無効のトラップカードとか、おい、やばい、やばいやばいやばい、ガチでやばいこときた。ちょっとレスキューエース、魔法トラップカードはね、ちなみに破壊されるとマジでやばいですよね。ちょ、魔法トラップ無効ないんだって、このデッキ。まあ、これ打った方がいいな。レスキューエース、モンスター出してきて、ハイドランスリリースするしかねえ、これ。エマージェンシー効果。ファイヤーアタッカーするしかないか。ファイヤーアタッキングするしかねえ。ファイヤーアタッカーからのハイドラントリリース。ターベランス蘇生。やべえ、棒がなかった。アポロウサ頑張るしかない。アポロウサとプリベンターで頑張るしかない。まあ、言うてモンスター効果2回無効と、裏趣味効果1回あるけどな。これは、カード1枚剥がしても意味ない。いや、意外とこれでもな、意外と強いけどね、この盤面的には。アポロウサの2無効と。はは？はあ？なんだこのゲーム！おふざけんなよ！ちょ、魔法わらぶこないってそういうこと？なるほどね。あー、なるほどね。なるほど。え、もしかしてこのデッキ弱い？